レッツカンタレ、どうもオカリナの平本です。今の時間がですね、火曜日の21日のですね、もう夜の22時58分ということで、もう11時、近いということで、今日はずっとこちらの時間の2G ですかね、2G を調律しておりました。去年の多分動画だったと思うんですけど、やっぱり C 管、4C 管がやっぱり主流で、そこから、3F っていうのが流れですということでね、ただやっぱりオカリナをね聞いたことない人からすると、この G 管の音色っていうのが、実は、一番オカリナっぽいんだよみたいなことを言ってたんですけども、G 管もしかしたら来るかもって多分ね去年の僕の動画で言ったと思うんですけど、実際ですね、この1月すごく G 管の注文があって、なんでちょっとね取り急ぎ今日はずっと調律してた、ようやくなんかこれで間に合ったかなということで、父の教室であったりちょっと週末にね、釜出しができるのが今日まで、作ればなんとか、土曜日あたりに出るかなっていうところでね、ぜひ G 管皆さん吹いてみてください。これで静音もバッチリですね。あとはインジをしてきます。やっぱりね G 管ってねすごくねまろやかかつなんていうのかな、いい感じですよね。僕は G 管結構好きなんですけどね、あんまりこの G 管やらないんですけど、多分去年の動画でね僕 G 管今年来るよって言ってたような気がするんですけどね、言ってなかったかな。3F とね本当1音しか違わないんですけどね、やっぱ G って独特の音色があるんですよね。はい、これで今押さりました。もうこれでねうちは仕上がりなんで、あとは黒糖に焼くだけですね。完璧です。ぜひ皆さんも G 管吹いてみてください。レッツカンタレ。